私の個人ページ、個人ページ見ていただくと今配信始まりましたので、ぜひ皆さんまずですねシェアをしていただくとありがたいなと思います。水越先生のページですね。そうです。いつもはメディカツのページだけど、だから水越先生とお友達になっている方はお知らせが確かあるんです。はい。あ、届かない場合があるんだ。そう、はい。始まってます、はいはい。今日はですねこれね俺の声今日ねマイクこれマイク使わないでやるので、メディカツのですね、今日は400回ということでちょっとね、周りのね、周りの様子をちょっとね皆さんに見たいと思います。こんな感じで皆さん今ね、こういう感じで、はい、こういう感じです。なるほど。あ、こっち側に映ってる。はい、アウトカメラ。水越先生のアカウントで配信中です。水越先生のアカウントで配信中です。すごいな、いきなり視聴者がどんどん増えてる、ね。で、ほとんどがここにいる人ばっかりっていう。前田美奈社長、400回おめでとう。12人しか。どこでご覧になってるんですかね。ありがとうございます。あ、14人、15人。ここにいる。じゃあ、回ってるみたいになってる。ということでね、今日は、メディカツ400回ということで、お届けしております。メガ盛り祭りメディカツ交流会ということで、小島さんありがとうございます。水越さんおめでとうございます。いいな。ありがとう。ゆかさん400回すごいです。どこでご覧になってるのか。たくさんの方がご覧になってますけど、ほとんどここにいらっしゃる方ばっかりご覧になってますけども、どうやったらコメント入れられるのか、一番コメントに文字が出ない。シェアもしてくださいね。シェアもしてくださいね。ごめんなさい。村井さん主張してる。はい、それではね、これからちょっと自己紹介をしていきたいと思いますので、あ、ヨネアさんもういいです。はい、呼ばなくてヨネアちゃんありがとう。それではじゃあ今日一番の方からいきましょうかね。じゃあ自己紹介これからやっていきたいと思います。これからね自己紹介あります。こちらの方へどうぞ。はい、はい、時間で嬉しい。そうですね、皆さん、はい、注目。ありがとうございます。一番だ。はい。でもドキするな。はい。じゃあね、じゃあお名前どうぞ。はい。はい、魂のコンシェルジュをしている松本依子です。魂のコンシェルジュ。ありがとうございます。はい、根本的なエネルギー調整をして人生をガラリと変えるそういう対応してます。今まであんまりね表に出てこなかった方なんですけど、ここへ来て私の時代が来たということ。そんなことない。でもね本当にすごい方です。この方いろいろすごいです。本当にすごいです。でメディカツにもいろいろねこうやってイベントにも来てくださって、はい、メディカツさん大好きなんでありがとうございます。はい、ということでぜひ今日は松本さんと、はい、お友達になって帰ってください。はい、ヨネアさんおめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。言い忘れました。はい、よりよりって呼んでください。皆さんよりよりと呼んでくださいね。はい、ありがとう。はい、はい、じゃあ2番目の方どうぞ。え、何どう、上野さんどうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、あ、俳句作家の上野貴子です。上野さん、ね、俳句作家で、今ね上野貴子の俳句 TV っていうのをやってます。はい、で、はい、去年昨年ですね、自分 TV アワード2017、はい、1年間の自分 TV のやってる番組の中でいろいろ賞を選ばせてもらったんですけども、配信継続賞、ありがとうございます。上野さん配信継続賞ということで、おめでとうございます。去年何回配信したの。いや、何回だったんだろう。108回。あ、108回なんですね。いやということで毎朝やってたの。俳句の先生ということで、はい、ね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はなちゃん、はなし
じゃあ自己紹介をお願いします。いいんだよ、ちょっと黙って。はい、はい、自己紹介。はい、今言われちゃいました、印刷屋の原田でございます。よろしくお願いします。はい、まずは400回おめでとうございます。ありがとうございます。今日は400回を記念して、はい、実はA3 サイズの写真を5枚持ってきて、はい、1枚は師匠に、はいはい、残りの4枚は皆さんに厳正なる抽選ではなくてじゃんけんで、はい、受け取っていただきたいと思います。はい、わかりました。はい、今日、今日はね、いろいろプレゼントが多いので、原ちゃんね、雇ってくれた写真も皆さんに後で抽選で何名だっけ、4枚ね、プレゼントで。今原田さんいろいろ写真もね、いろいろお仕事で撮られてますんで、もしじゃあぜひぜひ駆けつけますんでご相談くださいませ。はい、カメラマンやってるんですか。やってます。シールの印刷もやってるんだよね。いや、もちろんそっち、そっちがメインだから。同業者、同業者、同業者、同業者ね。はい、ジンジャーボーイでしょ。ジンジャーボーイでしょ。最近あんまりちょっと、はい、原田 TV は、それは言わない。原田 TV ちょっとお休みしてる。お休みしてる。はい、はい、どうぞどうぞ。はい、ありがとう。はい、はい、じゃあどうぞ。上さん、上さん、はい、もうね、今日今回来てる方みんな素晴らしい方々ばかりですよ。自己紹介。製造業のマーケティングコンサルタントしております湯気徹です。マーケティングコンサルタントはい、はい、弓を削ると書いて湯気でございます。弓を削ると書いて湯気夢それでな、皆さんね、本人から言いづらいから言いますけども、ノートパソコンっていう名前をつけたらこれかったです。マジ？本当なんです。最近で回数減ってますけども、商工会議所前から行ってます。商工会議所もいろいろね、出ておりますんで、はい、でも法人が多いんでしょ、お仕事。仕事はメインは法人です。法人ね、はい、はい、B2B ですね。で400回おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ゆげさんでした。ありがとうございました。自己紹介を。普通のサラリーマンの池上博史です。152回の岩崎ひろみさんの出演以来のメディカツサポーターをやっております。岩崎ひろみさんの親衛隊でございます。で、自分の一番大きな出来事はこの前の大晦日に還暦になりまして、で、この赤いちゃんちゃんこの代わりに赤いパーカーをプレゼントされまして着ています。で、まあ、北原さんから60代最高だよ、でも僕はって、今日誕生日なんですよね、北原さん誕生日ですよね。僕は70代からリスタートするよって言われてたんで、まあ、次10年後また目標にかっこいい60代を目指していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ、自己紹介。田村さん、作曲をしています田村と申します。作曲家の田村さんでございます。400回おめでとうございます。ありがとうございます。田村さんはさっきも言いましたけども、作曲家ということで今もノリに乗ってる。今年だからミリオンちょっと出したくて。おっと、もうやっと来てくれた。も田村さんは奥ゆかしくてこういうこと言わないから。ミリオン狙いますよ、はい、皆さん今年。はい、よろしくお願いします。田村真嗣、名前覚えてるね、皆さん。本当よろしく。ちなみにね、メディカツバンドができたのはこのメガ盛り交流会がきっかけだったんですよ。はい、はい、どうぞ。はい、自己紹介。はい、浅野ゆかと申します。ゆかちゃん、よろしくお願いします。はい、夫婦関係修復も、カウンセラーとして、はい、活動しております。はい、今は産経リビングとあとは何かの連載を持ってます。はい、はい、もらおのトリセツは2年かけてやっと増刷になりました。どうもありがとうございます。あれだよね、あれで、はい、ファイナル、あ、ミセス日本グランプリファイナリスト8期です。はい、それ言わなきゃ。はい、ね、それの、ミセス日本グランプリの、メンバー皆さんのスピーチの講師として活動もしております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあどうぞ。今日一番遠くから来てくれた方なので、
カリフォルニアから来た、いや日本のカリフォルニアね、岡山です。初めて聞いたか。いやいや知らないけど、はい、じゃあ自己紹介お願いします。そうですね、岡山 あの蒜山っていう場所から来ました、長綱と申します。よろしくお願いします。長綱さん、長綱ちょっと自分が映ればいい、俺しか映ってない。何をお仕事されてますか。仕事は今その蒜山、地元の蒜山をあのなんか地域活性したいということで、今その海外であったりとか日本の方にその情報配信をしています。実はですね、私今 FLTV ってやってますけども、 FLTV を一緒にプロモーションしてくれたのがこの長綱さん。長綱さんプロモーションすごいです、はっきり言って。すごいです。で今言ってた蒜山の Facebook ページ今どのぐらいですか。いいね、ジャパンクオリティと蒜山スタイル合わせて、まあ、大体11万から12万ぐらいフォローが。そのコツを全部知ってます。すごい方です、この方こう見えて。長綱さん、ぜひ皆さんお友達になってください。はい、本当に最高の人柄も良くて実力もバッチリ。なんで今目の前に座ってるあの、はい、藤木さん、あのおじさん、はい、やってるんで、はい、また後から紹介とかね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。小堀さん、小堀さん、はい、どうぞ。ありがとうございます。今日全然コメント読めないですいません。俺の声聞こえてるのかな。あ、聞こえてる？え、この中で？あ、聞こえてる？はい、あ、じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、大森静代です。大森静代さん、はい、本を出版してます。大森さん、ね、もう本出版されてます。なんていう本？働きながら60歳で慶応義塾大学を卒業した私の生涯学習。すごーい。書店ではもう取り寄せになるかもしれませんけど、アマゾンで、だとすぐ行きますから皆さん買ってくださいね。それで今日は大森さんから2冊プレゼント用にいただきましたので、後ほど抽選したいと思います。それと私みんなに絶対勝つことが一つだけあるんですよ。ああ、うん、古希を過ぎました。え？後期過ぎた？だから、あら、もう一杯どう？60で、慶応義塾大学の通信教育課程を卒業して70歳で、70で書女出版します。すげー。今それを2つほど過ぎました。ありがとうございます。60歳からが青春ですか。いいこと言ってくださるね。ありがとうございます。今日はありがとうございました。じゃあ、皆さん、神戸さん、はい、自己出演者こんばんはということで、神戸から神戸に、あ、神戸からじゃねえだろ。ありがとう。神戸からさん今向かってますって、何でですか。はい、じゃあ自己紹介お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。ゴールアクションコーチングの手塚信樹です。ゴールアクション TV をやっています。ゴールアクション TV、はい、昨年5月から、まあ、月1回なんですけれど、配信を開始しまして、今月で第9回無事に終わりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、仕事は、まあ、副業起業をスタートされた方の目標達成とか、あとその行動習慣のサポートをしております。あといろんな方とチーム組んで仕事をしています。手塚さんは独立されたのいつでしたっけ。昨年、一昨年の8月独立されたばっかり、はい、1年半ぐらい、ね、それでコーチングやってまして、どなたに支持してるんでしょう。今はマイケル・ボルダック。マイケル・ボルダック、ダチです。もうすごいらしいです、ね、素晴らしい、はいね、ということでコーチングとかね、はい、そういったことで皆さん何か目標達成、はい、そういうことでお悩みでしたら、ぜひ手塚さんの方にお声がけ、はい、お願いいたします、はい、またもしかしたら出演者もね。あ、そうですね、ぜひ、まあ、月1回なんですけれども、はい、ぜひ番組に出ていただければ、はい、嬉しいと思います、はい、あ、それで今日、はい、急遽ですね、はい、新しい番組をまた追加で立ち上げること決まりまして、はい、まだパートナーの人は名前は言えないんですけれども、
2週間に1回ぐらいの番組で、トーク番組をちょっとやってみようということで、はい、今日午前中ちょっと急遽決まりました。早っ。3月か4月ぐらいにスタートしますので、また決まりましたら告知します。ありがとうございます。皆さん応援してください。よろしく。じゃあ、ひかちゃん、梶川さん、川本さん、はい、戦国さん、400おめでとうございます。コメントいただきありがとうございます。はい、こんばんは、中尾美香です。中尾美香さんでございます。はい、はい、共感文章の専門家、まあ、セールスライティングの専門をしております。セールスライティングね、共感文章。はい、はい、こんな感じで、この間ね、平松さんのスター講師誕生っていうイベントがあって、それの総合プロデューサーを務められました。はい、来たじゃないですか。お越しいただいた方も本当にありがとうございました。あのちっちゃいやつです。で今ね、彼女、あれメルマガ、何メルマガとかステップメールです。ステップメールが得意で、いろいろお教えしてくださいますから、はい、で登録もでき、ね、できるからね、はい、ステップメール、はい、どういうのね、いろいろの、いろいろの、はい、はい、ライティング、セールスライティング特注の得意ですから、ぜひ相談してみてくださいね。はい、どうもありがとうございます。はい、ちゃんちゃん、はい、ふうみんです。こんばんは。ふうみんこと宮本ふみおと申します。私はですね、スイーツプレゼンターとしてお菓子教室とラッピング教室で主に活動しております。スイーツプレゼンターですよ、皆さん。美味しいの。ありがとう。とても美味しいです。とても美味しいです。あとですね、毎月1回佐藤伝さんの朝カフェのスタッフもさせていただいてます。よければ遊びに来てください。ありがとうございます。皆さん、なんて呼んでもらえばいいんですか。皆さん、ふうみん、ふうみん、はい、ふうみんって言ってください。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、次の順番の方はこちらの方に来ていただきたいです。悪いね、ごめんね。はい、どうぞ。あ、すいません、水越さんと生年月日がまるっきり一緒の前田と申します。ありがとうございます。親は違う。いやいや、全然見た目全然違うんですよ。ごめん、悪いけど俺の方が絶対若く見えると思う。1960年。ちなみにアラカンですからね、アラウンド還暦、ね、あと2年で、そうだね、2年でね、はい、まあそういうことで一応メガネの前田をやっておりまして、まあ水越さん のプロデュースで前田 TV っていうのをやっております。まあ全部水越さんのおかげだよって言えばいいんだよな。まあとりあえずそういうことなんで、前田社長がね、自分 TV を始めて、なんとそれまではね、この周りだけで織り込みだけでやってたものが、ね、動画を使うことによって日本全国から問い合わせと購入が来て、なんと海外からもね、そうね、スウェーデンの方がいらっしゃいましたね、お店にね。そう、まあ、そういうことにしとこう、今日はね。ということで、今日は本当に武蔵小金井まで来ていただいて、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。向こう口のイトーヨーカドーの3階ですから、ね、ぜひ行ってみてください。今日は無理だけど、はい、よろしくお願いします。どうぞ。おいしかった。誰？あ、ハコちゃん、ありがとう。はい、どうぞ。あ、いい、いい。どうぞ。はい、すみません。はい。はい、何時、どうぞ自己紹介を。はい、はい、あ、皆さんこんにちは。こんにちは。高橋克実と言います。高橋克実さん、はい、俳優ではありません。はい、何されてますか。はい、セミナー専門の、DVD とか動画の撮影をやっております。もう今全国飛び回ってますよ。セミナー専門で動画を撮ってそれを DVD にするっていうのを、はい、もう大人気今で、ちょっと小道具を、はい、お、まあ、こんな感じの、あ、このこれ、FLTV のね、福岡まで行って撮影してきました。はい、はい、はい、私昨年の9月に、水越さんの自分 TV、 メディカス、じゃメディカス、ごめんなさい、メディカスに出させていただいて、今日初めてこういうところに参加させていただきました。よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんセミナーやってる方は声かけてくださいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、いい、川原さん、ちょっと川原さん、まず来て。あ、じゃあちょっとカラーさん、これ、そう、いいですか。私一人ですか。ちょっと、田村さん、どうすればいいんですか。地元の自己紹介、はい、元町中華街駅徒歩3分。これちょっとやめてください。無茶ぶりだし。
はい、ごめんなさいね。はい、どうぞ自己紹介。はい、元町中華街駅徒歩3分で、元町中華街駅徒歩3分、和カフェと不動産屋さんをやっている、和カフェと不動産をやってるチャンティックマニスの川原です。もう今超有名ですからね。それを経営されてるんですよ。すごい。はい、あの姉妹でやってます。姉妹、美人姉妹でやってます。いやいや、ハードルが上がるんで。いやいやいや、はい、チラシがこんな感じ。チラシ、あのね、はい、ご飯も美味しいけど、スイーツもオリジナルで作っててめっちゃ美味しい。あ、そうですね、米粉のスイーツ作ってます。あの中華街の何番出口だよ。4番3番出口を出て徒歩2分。今日はあの米粉の桜クッキーを皆さんにプレゼントでも持ってきたので、皆さんと全員、はい、全員持ってきたので、30名っていうことだったので30個しか持ってないので、それ以上増えてたらごめんなさいっていう感じなんです。で、皆さん1個ずつお持ち帰りください。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん、はい、チャンティックマニス行ってください。チャンティックマニスでも月何回、はい、2回ぐらい、2回で、あの、はい、チャンマニ TV っていうのやってます。あと週に1回か週に2回、あ、2週間に1回ぐらいでチャンマニコミックスっていうのを4コマ漫画も書いてます。あ、4コマ漫画も書いてます。すごい面白いですから、皆さんチェックしてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうもありがとう。高木さん。高木さん。はい、はい、ですね、メディカツの皆さん、メディカツの1回目のゲストでございます。高木さんでございます。自己紹介。はい、文房具屋の高木でございます。どうもー。それでいいの？名刺じゃない。いろいろあるんですけど、高木さんはついこの間まで渋谷のツバメ屋ね、ツバメ屋っていう、はい、あのアスクルの代理店、はいはいはい、とか、まあいろいろ文具屋さん、はい、去年独立しました、うん、で、会社名は、はい、あ、株式会社ノート、株式会社ノート、はい、英語でノーブとノベルティ研究所やってます。で、文具祭り、はいはい、文具祭り、文具祭りっていうね、はい、あのイベントやったり、文具祭りっていうイベントやったりとか、はい、文具業界では、まあ、NHK にも出てますからね、ありがとうございます。あれ1回目 ね、 そうね。でも今日一番言わなきゃいけないのはあれじゃないですか、はい、そう、実はうちの息子モズがですね、今あのノート作ってるんですよ。トリックアウトノート、クラウドファンディングで、あのトリック落書きっていう三角定規とか書いてノート本当に見えるみたいなね、それを仕掛けたのがこの高木さんでございました。あと5日ですから皆さんご支援お願いいたします。あと5日ですから、はい、あのノートが1人1000円からそのノートが手に入ることができますので、ぜひあのクラウドファンディングで何て検索すればいいんですか。まあま、あの幕開けというサイトで、幕開けって知ってますか。モーズってやっていただければね、はい、あ、どこやってんだっけ、幕開けって。サイバーエージェントがやってる、サイバーエージェントがやってる幕開けっていうクラウドファンディングの、それを使ってるんですね、はい、でモーズって検索していただくとモーズできますから、はい、ぜひ皆さん、ぜひぜひ、あと5日で終わっちゃいますからね、このノート他にも手に入りませんので、ぜひ、はい、ありがとうございます。はい、親子連れです。はい。ご近所さん。映んないね。あ、まず、ね、自己紹介を。はい。武蔵小金井の近所から自転車で参りました。はい。はい、川原美希です。川原美希ちゃんでございます。あだ名はミッキーということで。ミッキー。ね、あの、カリスマ主婦ということで、メガネの間 TV にもご出演いただいてます。はい。で、今日はね、お子さんも一緒にね、可愛いお子さんも。はい。ここ映ってるよ。映ってるよ、はい。映ってるよ。固まってます。で、何かありますか。はい、今あの市の方で、公民館の企画実行委員とか男女共同参画委員とかいろいろやってます、はい、あとはちょっとあのインフルエンサーでブロガーとか、そういう仕事とか、あと相続診断士ですね。笑顔の相続診断、笑顔の相続診断、何でもやってます、はい、いろいろ、はい、はい、やってます。あの公民館の、ね、企画で子育て講座を企画して、水越先生の子育て、彼女は小金井で講座を企画して私がお話をさせていただいたと。はい、素晴らしい講座で、ありがとうございます、はい、また地元でよろしくお願いします、はい、小金井つながり、ありがとうございます。どうもね、ありがとうね、バイバイ。メディカーツ、メディカーツやってた、ほらほら、えらい、もう、はい、もう一回、メディカーツ、エミちゃんもやってた、メディカーツ、えらい、練習してきました、はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ続いて皆さん、この方もすごい方ですよ。 eBay の専門家登場です。自己紹介お願いします。はい、あ、こんばんは、水越さんの子飼いの藤木と申します。どうぞよろしくお願いします。何の仕事をされてますか？eBay の専門家として。皆さん eBay 知ってる？ eBay 知ってる？ eBay ヤフオクって知ってますか？ヤフオクの海岸版みたいな。そうですそうです、ね、はい、それの専門家。今この専門家って日本に5人ぐらい？そうですね、5人ぐらいのうちの1人ですよ。で、今本も出してまして、何刷り？6刷りです。6刷りです。で、いろいろプロモーション、今こちらにさっき言ったあの岡山から来てる藤木さんじゃない長綱さんと一緒にプロモーションやって、もうすごい儲けてます。長綱さんが儲けてるやつ。もうすごい桁が違うぐらい。いや、そんなことになってますか。皆さんぜひですね、こちらの方に、このお二人にいろいろ相談してくださいね。今日こんなめったにチャンスないですよ、二人がいるのはね。はい、他にはちょっと盛りすぎですね。いやいや、そんなことないです。はい、いや、ぜひeBay 興味持っていただいて。 eBay で稼げるんですか？もちろんです。なんでそういう疑問を投げかけるんですか？いやいや、皆さんにほらね、知ってもらおうと思って。海外に何か情報発信とかしたい人は絶対いいと思います。もうね、はい、こう彼は20代の頃もうほとんど仕事もなくてプータローで、40代まで仕事をなくて家にずっとこもってたんですよ、この人。はい、それで対人恐怖症だった。本当そうだった。それでヤフオクで買った、ヤフオクでエレキギター持ってたから売ったんですよ。いくらで売ったんでしたっけ、ヤフオクで？7万ぐらいで売れた。7万ぐらいで売れた。4万何千円で買ったギターが7万ぐらい。めっちゃ喜んでたら、はい、後日たまたま eBay を見たら、その出したギターが eBay で売られてました。いくらで？13万で売れた。それで、きっかけで、それで売り出したんです。売り出した。で、eBay を詳しく調べようと。その差額でね。そう、それで、それがきっかけです。それで専門家になりました。で、水越さんによって人生を変えていただきました。よくわかんないけど、なんて答えていいか。そう、メディカ性出て人生変わったよね。はい、以上です。ありがとうございました。兄ちゃん、ありがとうございます。はい、皆さん注目。はい、はい、あ、よろしくお願いします。お仕事は、はい、皆さんの人生の旅をよりスペシャルにする、はい、お手伝いをしています。夢実現コンシェルジュ加藤美恵と言います。夢実現コンシェルジュ、はい、加藤美恵さん。9時5時の仕事もしながら、皆さんの夢を、はい、お手伝いしています。いつもね、メディカス関係のね、イベントなんかにもよくお出かけくださいますけども、いつもね、この笑顔で周りの方を幸せにしてくださってます、ね。はい、ぜひね、皆さん夢実現したいと思ったら、はい、ね、メディカスに出るか、みえちゃんと話をするか、はい、ね、来ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。いや、そんなもんです。はい、じゃあ自己紹介お願いします。河野重信です。よろしくお願いします。河野さん、河野と書いて河野です。400回おめでとうございます。ありがとうございます。仕事の方は何やってんですかね。無声映画ですね。松田映画社というところで無声映画のお手伝いをちょっとしております。活弁士とかを呼んできて、昔の映画ですね、チャップリンとかの映画とかを、また普及させようというのは活動しております。で、本業で言いますと指定管理事業をやっておりますので、箱を維持管理してますから、そこでいろんなイベントをやっていただいているような感じになります。で、彼はラジオ、はい、何ですか？しげちゃんのツッコミラジオというのをやっておりまして、一応今、47回ほどやりました。本丸ラジオね、はい、で、いろんな人に出ていただいてますので、皆さんよかったら出ていただければ。ラジオ出たい人はい、じゃあ本丸ラジオですからね、皆さん。あと、あそこにいる川原さんのお手伝いもちょっとするかもしれない。あ、そうなの？はい、マジで、はい、不動産もちょっとやるかもしれないですし、あと田舎の方でアイスクリーム屋もちょっとやってます。ちょっと何でもやってるんです、すいません。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ヨネシャいいから、はい、はい、はい、自己紹介、はい、で企業研修などでデータ分析、統計学の講師をやってますヨネヤと申します。メディカツ自分 TV 周りでは、伝えるチャンネルツタちゃんというのをやってます。毎週水曜日やってますんで、明日は今日ここにはお見えになってないですけど、明日は轟き伝説の和川先生がゲストです。ああ、はい、そうなんだ。で来週は柴崎陽子さんです。はい、で再来週が手塚さんです。はい、よろしくお願いします。ということで、ピカのジャボソンの後にお出になります。なるほどね、よろしくお願いします。でヨネちゃんはエクセルの専門家、統計学ね、あの本屋さんで僕は絶対行かないとこです。そこで統計学の専門、もういろんなとこで講師料めちゃめちゃ高く取ってるぐらいすごい。そんなにいやいや本当ですよね。で今あそこ場所どこだっけ、埼玉の川口でやってます。埼玉の川口でやってますよね。川口の地元活性化にも一役買ってるということでね、もしこれから伝えるチャンネル出たいという方はぜひ今日ご縁作ってくださいね。はい、水曜8時は伝える。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。メディカツおめでとうございます。ありがとうございます。はい、Are you happy? Happy! Yeah! 丸山さんはね、A ちゃんにかなり影響を受けてます。はい、人間関係のイヤイヤを好き好きに変えるコミュニケーショントレーナーのハッピー丸山。コミュニケーショントレーナーでございます。丸山さんはね、もう経歴すごいですよ。はい、12月からヤバハピ55の日曜日夜8時から配信されます。 FLTV ね、はい、FLTV 始めてますんで、はい、よろしくお願いします。はい、あと2月7日にワロップラジオで、ヤバいほどハッピータイムっていう番組があるんですけど、ラジオもやってます。そこで皆さん聞いてね。そこで水越先生に出ていただきますので、ぜひ皆さん見てやる生放送です。はい、2月7日生放送ですね。はい、ワロップラジオよろしくお願いします。はい、なんでハッピーって言うの？あ、そのワロップラジオで私ハッピー丸山くんっていうラジオドラマやってるんですけど、そのハッピー丸山が意外とみんないいって言うんで、それで改名しました。はい、ビジネスね。コーチングとか結構何年やってるの？17年。17年ですよ、コーチング。もう初期の頃からやってらっしゃるんで、もうかなりすごいです、コーチング。で、BNI はいいの言わない。まあいいですか。はい、はい、最後にヤバハピゴー。はい、はい、ヤバハピゴーゴー。 Thank you。 はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ自己紹介です。皆さんこんばんは。こんばんは。一生成長 TV の室井敏夫です。室井さんです。今夜のゲストは違うよ。もう室井さんはね、はい、もう研修講師ですね、今。もう研修講師で全国走り回って、もあと大学の講師もやってる。企業が儲かるための人材育成をやってます。はい、で一生成長 TV はもう何年？3年半。毎週ですが、12月休みました、ね。はい、155回もう本当にね、成長派の対談番組やってますんで、その割にはなんか何も選ばれませんでしたけど、なんかいやいや去年のなんか賞何にも水越さんがもらえませんでした。特別賞送ったじゃん。何にも来てませんよ。いやいや、届いてる。嘘、本当強化した。本当に賞状が。あ、そうですか。どこで発表したんですか。え、番組で発表。まあこんなことは番組見てないんだ。そんなことはここで言わなくてということで、はい、室井さんぜひ一生成長 TV 出たいなという人はね、はい、今日ご縁つないでください。よろしくお願いします。もういい、はい、あでね、僕2月のあと16と22で会場がそれ以降取れてないので、もしかしたら終わるかもしれませんので、出たい方はですね、あと2回分だけその後やるかどうか今迷ってます。会場がないんだ。会場が、はい、桜新町から渋谷の間でなんかご存知の、ね、会場がある方はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、あ、いいですよ。はい、はい、皆さんこんにちは。こんばんは。
こんばんは。でかってますね。どうぞ自己紹介。はい、日野から参りました坂部と申します。坂部さん。はい、ありがとうございます。お仕事は？仕事はですね、生命保険の仕事をしてるんですけども、結構ですね、いろんなセミナーもやってまして。もうね、すごいいろんなことやってますこの方。はい、最近は、まあ、去年のちょうど今ぐらいからですね、スマホ代を劇的に安くする方法っていうセミナーをめっちゃ面白いですよやったり、はい、これは本当に安くなるんでしょうか。安くなります。携帯の料金が、はい、今使ってる携帯で、はい、でもいけますよ。はい、でこれ変なあれじゃなくて、はい、正当にちゃんとやると本当に金額が安くなる。みんな喜んでるんですよ。喜んでます、はい、セミナーやってんの。やってます、はいはい、ちょっと今まだ次の企画を、オンラインでやろうと思って水越さんの講座を受けながら、次はオンラインでやろうかなというふうに思ってます。いいですね、オンライン講座。はい、はい、あと iPhone とか iPad の使い方とかそういうのも実はセミナーをやってまして。詳しいです。結構詳しいです。はい、はい、ぜひね皆さん、はい、坂部さんとご縁作ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。どうぞ自己紹介を。自己紹介を、名前は神原真理子と申します。神原さん、神原さん。神様の神に原っぱと書いて神原です。この神の文字をいただいてから神事を、まあ、するようになって、魂のコンシェルジュのよりちゃんから紹介されて、私はそれに対して愛のコンシェルジュという感じでしょうか。心を極めてもう25年経ってます。もう世界で唯一っていうものをたくさん持ってるんですけども、私の中で個人的にこう見えるのは、その人を見た時にその人の本質が何か、天命使命で、何をねしに来ているのかとか、どういう才能があるのかっていうのが分かるので、それを実現するまでに、導いて、そしてそのマインドを作る、やるのは皆さんなんでやるとこまではしませんけれども、そういうマインドを作るっていうことを、やって23年。なんかちっちゃい子見ると自分の娘も連れてくればよかったかなと思って、今日は5歳の娘を置いて、旦那に預けてきてます。そういうのは通常なんか受け付けてるんですか。はい、普通に。でも私はなんかついついボランティア精神があって福祉をやってたんで、つい聞かれると言ってしまうので、お金にならないのがミソなんですね。言わない。まあでもね、聞かれると言ってしまうので、ね、いやいや、でもそれはトップ済みということでね。ということで、ぜひ、他に何かありますか。大丈夫です。何ですか。無理が言わないんで1個言ってますか。はい、どうぞどうぞ。私感動体験があるんです、はい、マリちゃんとこ行って、はい、まりちゃんは、私いつもなんか、私苦情処理係30年やってるんですけど、この辺で詰まって声出なかったんです、ずっと。でまりちゃんのところに行くと、自分で自分の声を出しながらちょっといろいろ挑戦して、自分のチャクラを完全活性化できるんですよ。で私20年ぐらい詰まっていたのが治って、声が出るようになりました。だからみんなそういう声で、自分の声で解決とかセルフのもできるんで、そういうのにご興味がある方はぜひマリちゃんのところに来てください。普通に言ったらもうボイストレーナーって出てますので。でもね、ボイストレーナーをもう全然ちょっと違う、ただのボイストレーナーじゃないんだって言われたんで、まあ来たら分かるよ。すいません、自分ですごいいつもね言わないんですよ。だからちょっとしゃばってきました。まあ、でもぜひね、皆さん今日ぜひご縁作ってお帰りいただきたい。今日どうもありがとうございます。400回おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、誰？海さん。あ、海さん、ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、すいません。ね、本日、大鳥でございます。大鳥です。はい、もうね、今もう声優として、はい、毎日テレビでね、聞かない日はないという、はい、自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。私は藤川美沙と言いますが、寺瀬京子という名前で、本職は声優をしています。こっち見たらいいんですかね。はい、それで、声優は徳田ねっていう朝の番組ですね。今日もニュース読んできました。それから土曜のゴールデンで世界が驚いた日本すごいですね視察団というののナレーションもしたり、進撃の巨人でモーゼスの母を演じたりしています。で、もう一つの職業が占い師で、それが藤川美沙といいます。徳種で月曜日の、
最後のラストコーナーで占いのコーナーもやっています。おみくじ占いのコーナーです。で、藤川美里の方で、今度2月の20日ぐらいに、新刊が出ます。5冊目のありがとうございます。サンマーク出版からで、開運和柄塗り絵という、はい、塗り絵です。で、私は今自分のミッションとして和の開運法、昔の人、日本人はどうやって開運したかというのを研究して本に書いたりしています。4月の7日に東中野駅前のアフガニスタン料理のお店で、あの出版記念パーティーをします。決まってるの？はい、で、あの主催が私で、司会も私ですで、皆さん の、 あの交流を主とした、で、あのプレゼントとして占い師さん呼んだりして、占いプレゼントとか、それから着物プレゼントとかもありますので、よろしくね、あのぜひいらしてください。はいはい、ありがとうございます。皆さんぜひね、あの藤川さんとご縁作ってね、帰ってくださいね。どうもありがとうございます。で、あのこれからね、ちょっとプレゼントがありますんで、ちょっと皆さんで、はい、ですね、今日はですね、さっき大森さんからね、60歳で慶応技術大学を卒業した私の生涯学習法、これ2冊いただいておりますので、それと持ってる、これ話し方は声で変わる、すいません、あ、それ、あ、室井さんだっけ、休みちゃう室井さんからね、室井さんだってさ、室井って書いてあ、これ俺だ、ごめんごめん、あとね、僕の本、1冊と、あとね、今日北原さんの誕生日ということで、私北原さんから、サイン本、もらっていただいてもらってるので、それをですね、私の一番好きなね、夢の実現月の10か条、北原さんの本をプレゼントさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、全員でじゃんけん、あ、ごめん、抽選だ、これ、このためだか、そのためにはね、これ終了しないといけない、一度終了します。皆さんまたね、後でもう一回やります。コメント読めなくてすいません。はい、一応ね、じゃあ終わりにね、ちょっと周り移しますね、こういう感じで、この番号は何でしょう、あ、今抽選します、コメントありがとう、はい、スタイル皆さん、お待ちしてます。